おおお、なんですか。あ、ただの塊？大事にしてるもんね、なんか。大事にしてますね。どうも、昆虫ハウス101号室80です。そしてカメラマンが三森さんです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。ついに、はい、ついにですね。あ、まあでも三森君に、はい、ミートロンさんにね、はいはいはい、行った時にはね、カメラマンをお願いして。そうですね、この、はい、昆虫ハウスではやったことないんだ。でもついさっきね、三森君のクワカブの部屋のチャンネルでもね、はい、ここで場所入れ替わっただけで時代が操作してるんで今そうですね、はいはいはい。まあ、なんすか今回、はい、大人気昆虫、うん、リオックでございます。でかい、おなじみですね。はい、このリオック、まあ、入手した経緯というのを簡単に説明しますと、僕がですね、去年の12月にビートロンさんへお邪魔した時に、はい、もうそれこそね、クワカブの部屋の三森君の動画の撮影のね、うん、カメラマンとして行った時に、そうですね、初めて出会って、うん、でそのリオックがあまりにも魅力的だったから、自分のチャンネルとして後日餌あげだけをさせてもらうという動画を撮ったんですよ。ありましたね。はい、でその時になんかすごい、なんかね、うまくその餌をしっかり食べきらせて、うんうん、あ、じゃあこれ持って帰ったらみたいな感じで。すごいよな。でもリオックってめちゃくちゃ飼育が難しいと言われてて、うん、本当確立もされてない状態、それ渡されても僕無理ですと。確かにね。でもなんかその初めてのことはやってみるのなおさらいいよって言われて。いや絶対そう。あ、そうか、みおり君そっちの考えだもんね。絢爛もそうでしたから、ね、あ、そうです。それでちゃんと受け取って、はい、でも分からなかったことはね、あの過去にその日本で初めて繁殖を成功させた方とツイッター連絡を取り合って、はいはい、でもやり方を本当丁寧に教えてくださって、ありがたい。しかもそれを動画にすることは全然大丈夫ですよと。繁殖する人が増えればその分出回るので、うん、その昆虫業界全体を考えるとすごく明るくなるのでお願いしますみたいな感じで、本当やり方をね、はいはいはい、教わって2匹ペアでもらったんですけど、うん、それ悲しいことにメスの方が幼虫で、うん、オスがもう成虫だったんですよ。なるほど。幼虫のメスを成虫を待ってたらもうオスが死んでしまうというか寿命的に。なのでランバージャックさんのリオックメスを1匹買ったんですよ。それも結構ね、腹がもう持ち物なんかっていうぐらいもうめちゃくちゃぷっくりしてて。おお、じゃあ八幡さんと一緒で。いやいや、俺は違う、ただの太り。持ち腹ではないですよ。持ち腹じゃないです、卵蓄えてない、ここに。なるほど。え、野外品だったってことですか。野外品ですね。それとオスを掛け合わせて同居させたのが、はい、今月の3月、今年の3月17日で、はいはいはい、でもう今日5月1日なんで。そうですね、1ヶ月と2週間ぐらい経ってるのかな。そうですね。ちょっとリオックの様子がおかしくて、え、なんか餌を一切食べなくなったの、まず。おで、それと土を固くなりなんか掘り出して、はいはいはい、あんまないんですけど、あのこれなんですけど、突然出てきた。あ、これあれだ、今意味ないわ。いや、なんだよ、つかちゃん。かわいそうじゃん。俺の出番かと思ってたのに。土がすごい穴だらけにされてて、はい、要はこう、えぐられまくってる。普段見てた感じの土の使い方じゃなくなった、うん、真ん中に寄せてる感じになってて、何これってなって。確かに。ここがちゃんと動いてるから、はいはいはい、生きてることは分かるんだけど、うん、餌全然食べないと。おお、心配ですよね。心配で、なんかちょっとね、もしかしたらそれもう卵を産む予兆なのかもしれませんみたいなのを言われてて。なるほど。今日は採卵したいと思います。出た。なるほど。どうなんですか、その八幡さん的には。卵ありそうだと思うんですか。ありそうな気がするというか、餌あまりも食べないから本当に生きてるか、うん、上辺だけそのほじくってみたら、はい、ちょっと崩れちゃったんですよ。うん、そしたらリオックが顔を覗かせてて、はいはいはい、なんかね、ケツをね、こう土だとしたらもうずっと、おお、あ、絵面すごい。こんなふうに。いや、嫌だな。嫌だな。ポールダンサーの凄さがもうめちゃくちゃわかるわ。リオックって普通なんかガーってこうやってて、確かに威嚇してる不動なんだけど、うん、でもそいつだけはこう。いいよ、2回も2回も求めてないって。あまりにも不自然だったから、ちょっとね、やってみる価値がある。なるほど、確認する価値あると、はい、うん、しかも中がだいぶ空洞になってたってことですよね。そうで、繁殖を経験された方にお聞きしたところ、うん、はい、使ってる土が産卵市場なんですよ。おお、僕もよく使ってますよ。もう採卵と産卵市場で言ったら三森君の方がめちゃくちゃ詳しいでしょ。まあ、産卵一番とかはそうですね、採卵とかも。だから、そこはね、もし卵見つかったらそこからのやり方でちょっとね、見ていくる。なるほど。大丈夫なんですか、クワガタカブトムシの感じで。でも大丈夫だと思いますよ。あ、じゃあもうこれは、じゃあ視聴者の方ももう文句なしでいいんですね。はい、ね、はい、こちらの中にリオックが。おうおうおう、こんな感じでね、産卵一番を、まあ、ほんと厚さ15センチぐらい引いて、うん、結構ですもんね。別に片爪とかじゃなくていい。ふわふわでいいんだ。はい。で、まあ、あとは本当に温度を気をつけろと言われてまして、はいはいはい、23度超えたらちょっと危ないって言われて、うん、低温種なんですよ、意外と。あ、これは何ですか。これは平岡さん。じゃあ平岡が好物をする、ジクラ。あ、これはジクラの爬虫類万能ゼリー。え、今
下で仮眠取ってるのがジクラ。あれ平岡。あれ平岡さんか。それは難しいな。いや難しくないって。はい、うわドキドキするな。土の感じはね、なんか特に加水はね、最初のうちしてれば大丈夫って言われて、どうなんですか、これは。あ、まあ湿り方的にはクワガタと同じぐらいですね。本当ですか、はい。卵がどういう形であるかがね、そもそも。確かに。ビニール手袋だよね。やっぱこういう時ミホリ君が。はい。ああ。これ分からない。指で手の甲をこう擦って、うん、で上にキンって振り抜いたら、うん、出ます。おお、うまいね。いや分からないよ。素晴らしい。うちでどうなってるか。あ、編集やるんだ。そう、うちは。なるほど。はい。今井君とこと違ってなんか、はい、名前とかつけないから、そういう。まあ、魔人やってないですか。そう。魔人は、まあ、もう極み人って言ってるけどね。あんま分かんない方はすいません。楽しい。なんか新鮮だわ、本当に三森君のな、こういうの。確かにね。難しいでしょ、でもカメラなんて。いや、カメラめっちゃ簡単です。いや、違う。全然違って。リオクがどこにいるかだよね。いや、そうっすよね。そもそも。あんま出てくる瞬間を見る機会もないから。もう1メスいるんですか？もう1メスいる。そっちはどうなんですか？そっちはだからね、だって、まあ、あの、成熟させて元気ですよ。オスとも絡ませてないので。なるほど。ただただ独身の。ああ。まあ、独身が悪いっていうか、そういう意味じゃなくてな。いや、思ってないですよ、誰も。うわぁ、どうしよう、何もいなかったら。いや、それはそれでタイトルは衝撃的にできるんじゃないですか。リオクもね、卵もね、サナギもそれほど。いや、それほどってなんですか。めちゃくちゃ怖いけど。不完全変態の種類なのにサナギがそれほど入ってた。あ、どうですか。開けますよ。え、これ、はいはいはい。お、お、お、なんですか。あ、ただの塊。いや、でも洋室みたいな、マジで洋室みたいな。お、リオクいますね。あ、います、います。あ、すごい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 。うわ、めっちゃ固めてるね。ちょっとごめんね。これ、今洋室っぽいですか。なんか硬いですね。いや、もう完全に洋室ですよ。これ明らか違いますよね。ねえ、土掘って硬くて中に開けたら、え、あ、上っ面が硬いっていう、なんか何、ソフトボールみたいな。 あ、そうなの。野球で言ったら、これソフトボールって言ったのに。野球、野球って言われてんの。とか、はい、球技で言ったらとかだかな。まあ、そうそうそう。だこっちはさ、もうだって明らかにないんだよ、まず何も。すごい、なんか団子じゃん。すごいですね。お団子、こんな団子いんだ。うわ、すごいな。うわ、すごっ。これがもう卵みたいなことない。いや、でかこれ。この玉を作ってこの中に産んでくんですかね。え、なんか差し込んで産むタイプなんですか、そのキリギリスみたいに。いや、どうですか、差し込んで産むのかな。いや、本当に分からないんだよね、それが。わー、すげー、でかいね。怪物だ。八幡さんのリアクションも取りたかったけど。いやいやいや、まずリオク大事にしてるもんね、なんか大事にしてますね。この中に卵あるんじゃないですか。これでも遊びで作っても可愛いしな。確かに。確かに、これこれも貴重映像ではあります。違和感半端ないわ、これ。うわ、でかい。でかいよ。これもし卵を産んでるとしたら何個ぐらい産んでるんですかね、この塊で。ね、ちょっといいっすよ。硬っ。あ、もうちょっとやそっちじゃ割れないですよ、多分。うわ、すごいな。うわ、かっこいいね。あ、すごい。これよりよくね、やっぱり。これすごいな。ね、うわ、でかっ。うわ、すごい。どれぐらいだろうな。でも本当に1ヶ月ぐらい食べてなかったよ。ああ、そうなんですね。おお。ああ、でも他はないな。まあ、卵があるとして、うん、今、橋本さんが漁ってるとこから出てきて、うん、このでっかい方から何も出てこなかったらマジでびっくりしますけど。行きます？行きますか。行きます？行きますか。はい。うわ、どうだ。いきます。はい。おー、すげー。おー、すげー。おー、すげー。めちゃくちゃあるじゃん。なにこれ、すごい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 。なにこれ、ま、完全卵じゃないですか。卵これ、うわ、卵でしょ、すごい。え、待って、これそうじゃない、めちゃくちゃあるじゃん。うわ、すごい、下にも。てか、こんな形なんだ。
キーどうなんだろう、こっから課長さん。これすごいぞ、絶対卵ですよ。うわどうしようどうしようどうしよう、すごい、一回置いて、はいはいはい、すごいな、すごい、どうすんだろうな、うん、おいし、でもやっぱこう固く詰めて、うん、空間の中にこう入れていくんですね。あ、そこだけ見たらやっぱクワガタカブトムシと似てますね。うわすごい、やっぱ卵自体やっぱそういう感じで産んでいくのかな。これすごいな、どういうことっていうぐらいめちゃくちゃいる。あ、でもすごすぎるわ、うん、あ、これ見れてよかった、まずこれね、これあれなのか、だから要は卵を産んでってその範囲を要は球体にしたってことなんすかね。カブクワは卵を取り出して、うん、プリンカップの中に片詰めしたマットの櫛とかで空間を作って、その中に卵1個ずつ入れる感じですね。それでやってみるか。じゃあちょっと、変わってなんか、はい、僕がやらせてもらうんですけど、はい、いいんですか。いやいや、本当に卵はマジで本当にミオリックが慣れてるから。どうなんすかね。で、ね、ミオリックの使って、はい、いつもの、はい、あ、これいつもの僕がクワガタカブトムシで使ってるシリコン製のピンセットで、これめちゃくちゃ柔らかいんで、はい、卵を傷つけることなくつまめるっていう、すごい、ね、優れもの。いや、これは素晴らしい。もうこんな感じ、うわ、すごっ。形はそんな丸っこい感じじゃないんですね。ないんだね。ちょっと言ったら蜂の子みたいな形。あ、これすごいわ。綺麗だね。綺麗。いいですか、どんどん取ってて、はい。あ、慣れてるわやっぱミオリ君。すごいな。クワガタカブトムシだとその幼虫の跡が C マークみたいになってくる、はい。これ今6、7、あ、そうか、数えた方がいいよね、ちょっとは。あ、そうか、今数えておきます。8、うわすごいな、11、12、19、20、え、こんなに産むの。まず本当ですね、21、26、うわちょっと出しますね、すごい、だってそこすごい、ほら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 マジでか、えぐいえぐい、あ、えぐいわ、だってまだ半分球体残ってるからね。いや本当ですね、ちょ、思ってたのと違う。ちょ、僕のあの卵回収する時のやつ持ってきていいですか。ああ、分かった。え、そんなのがあるの。いや、カブトムシと違って一気に産む感じなんですね。そうだね、この感じ見ると、まあ、とりあえず土さえ敷いてれば、はい、1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 6,7,42個とりあえずいけるんで、はい、あ、なるほどね、こうやって入れてって、はい、ちょっとやっぱ卵同士重なるとちょっと怖い気する。うん、確かにやっぱね、ある程度の間隔空けてるもんね、はい、こっち見る限り。そうですね、すげえなー。卵とかも結構乾燥に弱かったりするんで、はい、早め早めに。なるほど、そういうことか。土をさ丸めてたってことはやっぱ床材にだいぶ依存してたんだね、はい、そうですね、だからもう床材が大事なんですよ、はい、いやこれすごいね、テンション爆上がりですそうだよね。いいっすか僕。うん、俺もさっきやったから。おー、あー、まあでもね、あー、でもすごい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 断面が、なるほどね、はい、ここ中が柔らかい、うん、ここら辺の土と同じぐらいの硬さですね、うん、すげーな。ほら、これで崩れてくんで。ほんとだ。これが42、これ42の84から1,2,3,4,5,6 引いたら 78? はい、すげえ、78個ありました。うわ、とんでもないですよこれ。うわ、マジでか。頑張ったな、本当に頑張ったよ、すげえ。うわ、あ、じゃあこれ入れていきますね。お願いします、はい、うわ、で、多分そんなに硬くなかったんで、うん、はい、こう上からトントンして置いとくだけでいいと思います。なるほどね、クワガタカブトムシよりかは、うん、やんなくていいような気しますね。4とりあえず入れます、ね、4入れましょうか。おお、これね、見守り式の、はい、側面こうやってこうやることによってね、はい、そこがいなくなったらってことだもんね。そうですね、カブトムシクワガタよりでかいんでちょっと広めに、はい、まあ、こういう感じで4箇所上から見たら、あー、なるほど、ちょっと分かりづらいけど、あ、でも分かりますよ、その土の削られてる感じが、はい、おー入ってる、いい感じで、あの一玉の中にさ、そのね、はい、70超えた量がさ一気に出るってなると結構ね、うん、密度すごそうだよね。そうっすね、で、あそこである程度育ってから出てくるんですかね、もしかしたら。あー、なるほど、発達しないと割れなそうな硬さっすもんね、うんうん、とりあえずこれで、はい、
こんな感じで4つはい入ってますね、はい、おお。そしてこの作業を繰り返し全ての卵をプリンカップに移すことができました。卵が乾燥しないように開けた穴はしっかりと閉じ、うち4カップは濡れたキッチンペーパーを入れてさらに加湿で検証。はいはい、という形でね、プリンカップにね、見守り流という形で、まあまあ、はい、やったことないんですけどね確かにね、カブトムシの方法としてね、はいはい、一応数なんか変えてやる方がいいかなっていう、うん、あそうだね、その共食いを避けるみたいな感じの部分で、一番多いのだと10が、2個2つ、はい、だから20ですね、20で、4が、5つ4が、はい、で、ここだから合計今30で、うん、あ、4、5つが20だな、4、5つが20、4、5、20でしょ、はい、30って言ったえ2割か、いや、いらないから、30って言ったちょ、絶対カットしろよあ、でも、あ、まあ、そうか、そういいんじゃない、正解いやいや、変えるな、スタンス変えるな全部使うから、3が3つで3が3つで、はい、20いや、ふざけに行った最初のボケみたいにすんだって9です、ね、9、はい、で、2個入りが12か、12、2024で、ここが1ですかね、まあでもこんな感じに一応しました、うん、だから次ね、この子たちがまた孵化した時にね、はい、すぐに動画にしたいとは思ってます。そうですね、はい、ミモリとマクワカブの部屋とサブチャンネルでミモリの覗き穴もありますので、はい、まあまあ何がどれがサブチャンかは分かんないですわかるでしょ、はい、明らかに怒られるよ、エンドコント杉本君ごめんごめん、はい、この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。